世界で21番目に大きな島を管轄し、日本で最も北の都道府県である北海道。近年、良質な雪が広く知られ、世界各地から多くの観光客が訪れます。そんな海外からの航空機を多く迎える北海道で最大の空港が新千歳空港。飛行機を眺められる宿泊施設や温泉、映画館やたくさんの飲食店に加えて航空関係の展示スペースもあるなど、空港の枠を超えた観光スポットにもなっています。2016年2月23日、日本航空のボーイング737型機が新千歳空港に駐機していました。この機体は福岡空港へ向かう3512便、機長、副操縦士のほか客室乗務員4名と乗客159名の合計165名が搭乗を予定していました。この便では機長が主に操縦を担当、副操縦士が計器の監視や無線のやり取りなどそれ以外の業務を担当することになっていました。13時ごろ、機長と副操縦士は出発前に認識合わせを実施。この中で天候も確認しており、目立った雨雲が観測されていないことや雪の予報が出ていないことも確認しました。14時半ごろ、出発準備が完了。14時34分に駐機場からのプッシュバックを開始し、エンジンを始動しました。この時点で機長と副操縦士は雪が強くなってきたことを認識、エンジンと翼の氷結防止装置を作動させました。そして管制員へ滑走路への移動を要求。ただ進路上に除雪車両がいたため、管制員は待機を指示しました。この時雪が強く降り続けており、機長は副操縦士と相談、機体へ付着した雪の除去を決めました。航空機は前へ進むと風を受けますが、この際翼の表面を風が滑らかに流れることで機体が浮く力、揚力が生まれます。しかし雪や氷が付着するとこの風の流れを阻害、さらに本来滑らかな表面が荒くなることで気流が乱れ、揚力が弱くなります。また雪や氷で重量が重くなることでも性能に影響。そのため離陸するまでの間に雪が積もった場合、その除去とさらなる付着を防ぐ作業を行うことがあります。3512便はこれらの作業のため管制員へ作業をする駐機場への移動を要求。これに対し管制員は他の航空機や除雪車両がいたため一旦待機させた上で迂回する経路を進むように指示しました。この指示を受けて3512便は移動を開始。7分後、向かっていた駐機場の2つ手前まで進みました。しかしこの時点で雪が激しくなり、進んでいる誘導路のセンターラインすら判別が困難に。機長は移動を継続することは危険と判断し、その場で停止をしました。そして日本航空の地上作業員へ視界不良で動けないことと現在の位置を連絡、トーイングカーにて駐機場へ牽引するよう要請をしました。そして停止してから6分後、副操縦士はコックピット内で異臭と目の刺激を認識。同じ頃、客室乗務員から客室内で異臭が発生しているとの報告がありました。さらに2分後、客室乗務員が煙が発生したと追加で報告。これに対し機長は煙の発生元の特定と機内の見回りを指示しました。雪が激しくなったことで視界不良により誘導路内で動けなくなった3512便、トーイングカーを待っている最中に機内で異臭を確認し、さらに客室では煙が発生しました。この状況を受けて機長は客室乗務員に対して煙の発生元を特定するよう指示。コックピットの計器や
ディスプレイに異常が表示されていないことを確認した上で、煙が発生した場合の手順に従い、空調装置をオフにしました。一般的に旅客機はエンジンから圧縮空気を送り込むことで客室内を換気したり温度を調節。パイロットは必要に応じてこの空気の取り込み口を開閉することで空調装置の動作を切り替えることができます。続いて機長は副操縦士へ規定の手順に従って確認を継続するよう指示。一方で客室乗務員は煙の発生元が特定できていないこと、引き続き客室中央付近で煙が充満していること、雪で外は見えにくいもののエンジンから火は出ていないことを報告しました。そして1分後には異臭と煙が弱まってきたことも連絡。客室乗務員は状況が変わるたび適宜機長へ報告していました。機長は機内で異臭が発生しているため緊急脱出する可能性があることを管制員へ通報。この頃から右エンジンの回転数が低下し始めていました。この間副操縦士は確認を継続。一方機長は視界が回復してきたことを認識していました。また異臭や煙が弱まったとの報告も踏まえ副操縦士へ確認を中断するよう指示。駐機場への移動を再開することにしました。そしてエンジンの推力を上げるためスラストレバーを操作。しかし両エンジンともに反応がなく、何度かスラストレバーを動かしていたところ右エンジンが停止しました。そのためエンジンが停止した場合のチェックリストを開始。直後客室乗務員から右エンジンから炎が出ていると緊急連絡があり、機長と副操縦士はチェックリストをエンジン出火時の対処に切り替えました。この時点で移動開始から20分、異臭が発生してから8分が経過。3512便はエンジンが制御不能かつ炎が発生。そして機内の異臭と煙は原因が特定できていない状況となりました。機長はこれらの状況を踏まえ副操縦士と相談。乗客の安全を考え乗員乗客の脱出を決断し、客室に対して脱出するよう指示しました。加えて緊急周波数で非常事態を宣言。右エンジンからの出火と緊急脱出も報告し、管制員とやり取りしていた周波数でも同じ内容を通報しました。この通報を受けて管制員は空港内の消防司令室へ連絡。消防隊が出動しました。そして機長と副操縦士は緊急脱出時のチェックリストを完了。コックピットから退出しようとしましたが、ドアが半分ほどしか開きませんでした。この時客室では乗客が続々と脱出しており、ドアを無理に開けることで避難の妨げになることを懸念。乗客がほぼ全員脱出した後にドアを押し開け機内を確認し、自身も避難しました。機体の外では消防隊員が出動要請から2分後に現場へ到着。炎は消えており機体の損傷も確認されませんでした。ただ脱出時スライド下で乗客1名が重傷を負い、乗客2名が軽傷。事態を把握した運輸安全委員会は調査を開始しました。まず調査チームは現場並びに機体の調査を開始。両エンジンで入り口付近に氷が付着しているのを発見しました。そして内部にはエンジンオイルが付着していたことを確認。右エンジンの後部にはオイルが溜まっており、燃えたような跡のすすが付着していたことも確認しました。ボーイング737型機のエンジンは始動後内部でタービンが高速回転。この回転により空気が圧縮され、燃料を燃やす燃焼室や機内のほかエンジン後部へ空気を送り込みます。一方でエンジンの中心部分にはタービンの軸がありますが、この軸と軸を支える部品が角に接触すると回転により部品が摩耗。そのため周囲をオイルで満たし摩耗を軽減しています。ただ構造上オイルが漏れることを完全には防げず、
そこで軸を支える部品の周りへ圧縮空気を送り込むことでオイルが漏れないように設計されています。3512便は激しい雪にさらされたことでエンジンの入り口に氷が付着、空気が十分に取り込めなくなり、圧縮空気の圧力が不足したことでオイル漏れが発生しました。さらに漏れたオイルが霧状となり空調装置へ侵入、機内へ到達したことで煙のように見えたり異臭を感じる事態となりました。一方コックピットでは機長が煙が発生した場合のチェックリストに従い空調装置を停止、これによりオイルの侵入が軽減され、機内の異臭や煙が弱まったと考えられます。また右エンジンの後部にはすすが付着していましたが、これは漏れたオイルがエンジンの後ろへ滞留、高い温度にさらされたことで発火したとされました。さらに燃料を燃やすのに必要な空気が減ったことでエンジンの回転数が低下、推力を上げる操作により燃料が多く供給されつつも空気の量は変わらず、燃料が多くなりすぎたため燃焼が止まり右エンジンが停止しました。なお機長と副操縦士が出発前に入手した気象情報には雪の予報や特別な情報はなく、その後も追加の情報はなかったため急激に雪が強くなることを予測するのは難しかったとされました。実際3512便に異変が起きた時間帯には2機が駐機場からの移動を中止、また誘導路で6機が走行できなくなり、そのうち1機で異臭が発生していました。そして乗員乗客や関係者からも当時の状況を聴取、以前から指摘されていた課題が再び起こっていたことも明らかになってきました。急激に天候が悪化する中、異臭や煙の発生により乗員乗客が緊急脱出した日本航空3512便、4名の客室乗務員は脱出の際前方と後方の左右合計4つのドアへそれぞれ1名が移動、外の安全を確認した上で脱出スライドを展開しました。そしてこの作業中、乗客へシートベルトを外し手荷物を持たないよう大声で指示、さらに乗客の中から他の乗客の脱出を援助する援助者を選定し脱出を開始しました。これは脱出後に機内を撮影した写真、機体が移動を開始していたのにもかかわらず多くの棚が開いています。3512便の機体は定員が165名に対し乗客は159名とほぼ満席、それにもかかわらず棚には空きが目立ちます。実は脱出の際多数の乗客が荷物を取っていました。自身の脱出が遅れ、また他の乗客の妨げになることから客室乗務員は繰り返し荷物を取らないよう大声で指示、しかし複数の乗客が荷物を持って移動しました。これに対し客室乗務員は脱出スライドが破損する可能性があるため出口で大きなものは取り上げ脱出の妨げにならない位置に移動、その結果コックピットの前に荷物が積み上げられました。本来機長は後方の非常口に、副操縦士は前方の非常口にそれぞれ移動し脱出を援助するはずでしたが、積み上がった荷物にドアが当たり半分ほどしか開かず、無理に開けると通路へ荷物が散乱し避難を妨げる可能性があったため、脱出が落ち着くまでコックピットから出ることができませんでした。なお緊急脱出時の負傷は脱出スライドで降下した際に発生することが多く、3512便ではうまく援助が得られず地面に腰を強打したことで骨折した乗客がいました。運輸安全委員会が2017年までに把握した緊急脱出処置が行われた事例は14件、このうち脱出時の負傷者がいなかったのは1件のみでした。この事例では地上作業員が早い段階で異常事態に気づき自発的に脱出スライドの下へ移動、脱出の援助をしたことが
負傷者が出なかった理由の一つとされました。そのためスライド下の援助者の協力は大変重要なものになります。一方で過去の事例から脱出時乗客が荷物を持ち出すことも課題として挙げられていました。1983年に運輸安全委員会の前身である航空事故調査委員会は緊急脱出時における手荷物の扱いなど乗客が遵守すべき項目を策定、当時の運輸大臣へ申し立てをしていました。しかしそれ以降少なくとも4件の事故や重大インシデントにて脱出時乗客が荷物を持ち出した事例が発生。これらの中には荷物の持ち出しが負傷者が発生した要因の一つとされた事例もあります。その都度運輸安全委員会は各航空会社および航空局に対して乗客への周知を強化し、より確実な理解と認識を促す方法について検討することを勧告。また乗客に対しても出発前に注意事項を十分に確認し、緊急時には乗員の指示に従うことが自分だけでなく他人の命を守るためにも極めて重要であることを理解するよう求めています。これらの調査をもとに日本航空は複数の対策を実施。同社にはもともと冬季の運航において気温が低いときエンジン内への氷の付着を軽減する手順を定めていました。ただ3512便と同様の事象を経験したことがなく、この手順が設定された背景やエンジン内部への着氷の影響について認知が不足していたと判断。手順が設定された理由を明確にした上で改めて社内へ周知しました。さらに地上の作業員とパイロットの連携も強化。作業員が予報よりも急激に雪が強くなったことを認識した場合はパイロットへ伝えることを求めました。また3512便では荷物の持ち出しが負傷の要因にはならなかったものの、乗客への対応についても対策を強化。脱出時乗客が荷物を持って非常口に殺到した場合の対処や、そもそも荷物を持ち出さないような誘導を客室乗務員の訓練に追加。さらに各種の注意事項について乗客がより認識を高められるよう出発時に放映する安全ビデオを改定しました。